ねえ。お。いや。いや。うん。ああ。ああ。おう。いや。何？ん？ああ。多くのマシンが戦いを挑んできたこのコース、今日のレーサーたちはどう攻略するのか。このコースの主役は何といっても急カーブだ。気を抜くと一発でコースアウトするぞ。頼んだぜ、俺のドラゴン。この時を待っていたよ、カズマ君。これが僕の集大成だ。全力で行くぞ。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。熱いレースの始まりだ。レディーゴー。スタート。僕の走りについてこられるかな。リタイアするには早すぎるぞ。よく持ちこたえたね。さすがカズマくんといったところか。もっと僕を楽しませてくれよ、カズマくん。いまいちだ。フルスロットルだ。切り札というわけか。復帰するんだ、カズマくん。カズマくん、このままだリタイアだぞ。なん、復帰するんだ、カズマくん。やってしまった。こんなはずでは。君にはまだ少し。カズマ君。くそ。このコースの主役、注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。みんな位置につけ。やるかい。ゴー。僕の走りについてこられるかな。まだ終わり。リタイアするには早すぎるぞ。
帰ろう。よく持ちこたえたね。さすがカズマくんといったところか。年の子ってやつだ。そろそろ本気ですか。いまいち。もっと僕を楽しませてくれよカズマくん。今の僕は倒せないよ。なかなかやるな。君の力はそんなものじゃないだろう。本気を見せてくれ。そろそろ本気ですか。いい調子だ。早いな。年の子ってやつだ。そろそろ本気ですか。先行くぜ。楽しめそうだ。少し油断していたな。早いな。ここからが本番だよカズマくん。いけるぞ。さすがだね。完敗だ。おめでとう。心を思い出すいいレースだった。ふん、俺の勝ちだ。かっ、横に移動だよ。横に移動だよ。行きまーす。ストップ。どこを狙うかが重要だよ。狙いを決めて。こんなところで止めちゃって。
ーが重要だよ。狙いを決めて。また来てね。何なんだ、傷は大丈夫なのか。うん、もう全然平気だよ。伊達さんも。お？
った。ありがとね、おじさん。よかったね。ね、おじさん。ああ。もう腹いっぱいになったのか、坊主。うん。何時間かしたらお母さんも戻ってくるし。もう大丈夫。どうしたの？ちょっと大丈夫？ねえってば。おじさんどうしよう。これは食あたりじゃなさそうだな。はるか、急いで病院を探そう。本当に言った。うん。わかった。うん。どうした？おお、ちょっと痛いですね。あ。おい、この子を見てもらいたいんだが、どうにかならないか。おい、どうしたんだ。少し黙っとれ。どれ、見せてみろ。急に腹が痛いと言って倒れたんだ。時間がない。緊急に回復して処置する。え、お腹切るの？おい、こっちはどうなる。おい、おい、アリ、
大丈夫か？ここの医者ずるい。外人でから差別して。何？こいつら後から来たのに手術してる。アリ、無視された。アリ、アリクソ。見てわからんのか？今は手術中だ。出てけ。お前、俺の弟を見捨てた。許さない。うるさい。出て行けというのがわからんのか？そう。お前も弟のように死ね。今殺されちゃそのガキも死んじまう。俺が相手になるぜ。ならお前も殺してやるよ。手術は終わったのか？ああ、終わった。虫垂炎だったよ。破裂寸前だった。危なかったがな。お前絶対に殺してやる。ずいぶん元気だな、兄弟揃って。お前ずるいやつだ。弟見殺しに。あんた、え、なんで。こいつはただの石だよ。尿管結石だ。結石？ああ、激痛が走るが、石が膀胱に落ちちまえばなんてことはねえ。気失って寝てただけだ。じゃあ、世話になったな。ありがとうね、お医者さん。お医者さんか。久々に聞いた言葉だな。こいつはどのくらい入院するんだ？まあ、2、3日もじっとしてりゃ大丈夫だろう。子供は回復も早いしな。でも、お母さん待ってるんでしょ？まあ、俺が母親の店を探して連絡はしておくよ。お前、
しばらくじっとしてろよ。あんな場所でうろつくんじゃねえぞ。やめておけ。この子もきっと母親を待ってるのが楽しいんだろうなあ。そうだろ。うん。この町には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるんだ。だがみんな精一杯頑張ってる。だから俺はこの町が好きなんだよ。そうだな。だからあんたみたいな医者も必要なのか。その通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。この町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさ。じゃあ俺らは帰るぜ。ああ。そういえば代金は？ああ、それなら問題ねえ。俺には強力なスポンサーがいるんでな。そうなのか。まあとにかく助かったよ。ありがとうな。しかしあんたの社長さんも物好きだね。うちの社長がファンなんですよ。先生が東都医大の部長をされていた頃からの。そっか。まあ会ったことはないが、その風間社長さんとやらによろしく伝えてくれ。はい。はるかは携帯電話持ってるのか？持ってるわけないじゃない。ひまわりにいたんだから。なんだ伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。あ、ああ。